帰宅したらトイレに鍵がかかってる、もう結構怖い説。さらに、コンプに引っかかるみたいなんですよ。痛いのはダメなんですか。若手芸人コンプライアンスでがんじがらめにされても従わざるを得ない説を検証。あ、ちょっと待ってください。これちょっと頭からいくと残酷に見えないで、さしてもらっちゃうから、ね、端っこから水曜日のダウンタウン。